When people say diversity and inclusion, I think everybody agrees, or most people generally agree, that it's a good thing, right? But I think right now we also need to bring in the word equity, right? Diversity is when you say that there's, many different types of people with different backgrounds and they're all, invited to the table. Inclusion is when, we include all of their ideas. But equity is when we make sure that all of the people who are at the table have equal access to making sure that their ideas and their thoughts are heard. Well, the former aide to Governor Hochul and Andrew Cuomo has been arrested and now faces federal charges of acting as an agent for the Chinese government. All right. Yeah, and as you both just said, she didn't just work for one New York governor. She worked for two. And what did she get out of it? Well, prosecutors say a nearly $4 million home on Long Island and a $2 million condo in Hawaii. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アメリカのとんでもない逮捕劇の話題になります。今回ですね、ニューヨークの元 DEI 責任者が中国のスパイ容疑をかけられまして逮捕されました。いやーもうこれは驚きですね。これがね、黒だとなれば、ニューヨークでは中国のスパイが DEI の指揮を取っていたということになってしまうわけですよ。果たして一体何が起きていたのか、この人物は一体どういった人物だったのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ニューヨーク州知事のフォーマー。補佐官が中国政府のエージェントとして活動した罪で起訴ということで、早速ですがこちらですね、 Former とあります。こちらが本日のキーワードになります。 Former、 以前の時点または過去の時点、現在より前ということでね、こちらの Former というのは前のという意味になります。まあ、つまり元のという意味ですね。で、似たような言葉でね、 X というのがありますが、こちらはね、人間関係、例えば Ex-boyfriend といえば元彼のことですし、ex-wife といえば前妻の意味ですね。で、これはですね、まあ映画でもね、非常によく出てくるワードなんですが、こちらとは少し違いまして、この former っていうのは、まあ、役職とかね、まあ、まさに今回の話がそうですが、よりフォーマルな形で使われるワードとなっています。ということで、こちらはニューヨーク州知事の元補佐官が中国政府のエージェントとして活動した罪で起訴。ニューヨーク州知事キャシー・ホクル氏と前州知事アンドリュー・クオモ氏の元補佐官が中国政府のエージェントとして活動した罪で起訴された。そしてね、この罪状が結構ヤバめなんでよく聞いといてくださいね。ホークル氏とクオモ氏の補佐官を務めたリンダ・サン氏は、外国代理人登録法違反及び共謀、ビザ詐欺、密入国斡旋、マネーロンダリング共謀の罪で起訴された。ということで、すごいでしょう。もういかにもな罪状が並んでますよね。そしてね、こちらがリンダさんです。リンダさんは、ここよく聞いておいてくださいね。ニューヨーク州知事、アンドリュー・クオモ政権の元副最高ダイバーシティ責任者であり、後任キャシー・ホックル知事の元副首席補佐官である。ということでね、まあ、こちらのね、リンダさん氏、ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ元知事ですね。この時の副最高ダイバーシティ責任者だったというわけなんですね。じゃあこのね、最高ダイバーシティ責任者というのが何をやっているのかというのがこちらですね。組織の経営幹部レベルのダイバーシティとインクルージョンの戦略家であり、その職務には職場での差別への対処、組織文化を変えるための取り組みの立ち上げ、スタッフ、ボランティア、経営陣における様々なグループの代表性の向上などが含まれます。ということで、まあ、つまりですね、このダイバーシティの責任者というのは DEI の責任者というわけなんですね。つまり今回の件、これまだね、本人は否定しているんです。なんですが、もしこれが黒だったとなった場合は、中国のスパイがアメリカのニューヨークで多様性、公平性、包括性を訴えていたということになるわけですよ。これすごい話でしょ。いや、本当にね、皆さん、もう DEI を声高に叫ぶ人にはね、近づいちゃいけませんよ。本当に。これについてはですね、メールオンライン詳しく伝えているんでね、ちょっと見ていきましょうか。北京のエージェントであると非難されている人物は、以前はニューヨーク州の DEI の責任者を務めていた。ね、ここ DEI ポストありますね。リンダさん容疑者41歳は、火曜日にロングアイランドの自宅のマンションで逮捕され、中国共産党の正体不明のエージェントとして活動し、自分と家族が利益を得ていたと告発された。同容疑者は無罪を主張し、同日保釈金150万ドルで釈放された。彼女の夫は50万ドルの保釈金で釈放された。ということで今回ですね、まあ夫と共に逮捕されているんですが、現在は保釈されています。逮捕される数年前の2021年、サン氏は知事の副首席補佐官としての役割を利用し、知事事務所における多様性と包括性の取り組みの重要性について語った。人々が多様性と包括性について語るとき、そのほとんどの人がこれをいいことだと同意すると思います。
今は公平性という言葉も取り入れる必要があると思います。まあ、つまりここで E が加わって DEI になってるわけですね。ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンと。サン氏はその後自分の経歴を詳しく述べ、ニューヨーク州の副最高ダイバーシティ責任者を務め、その後金融サービス局の最高ダイバーシティ責任者を務めたと主張した。サン氏は知事時代にプログラムを作成、これは全ての州機関が公平性と包括性を推進する人材を雇用することを目的としていた。でね、そんな DEI を訴えている人物が何をしていたかという話です。サン氏は台湾政府の代表者がニューヨーク州の高官と接触するのを阻止し、中国共産党が関与する問題に関するメッセージを変更した罪に問われている。まああくまでもね、これは疑惑ですよ。本人は否定しているというように言っておりますが、これについてはね、以前もプクタ言いましたよね。インクルージョンを叫ぶ人ほどエクスクルージョンね、排他的になるんだという話しましたけど、まさにこれなんですよ。インクルージョン、インクルージョンなんて言いますが、結局はその人基準での包括性なんですよ。その人のさじ加減なんですね。 DEI の責任者が実際はですね、中国のために台湾を排除しようとしていたと、まあそういった話なんですね。同じような話パリ五輪でもありましたね。まあこういうことなんですよ。そしてこちらニューヨークポストです。ブルックリン連邦裁判所で公開された起訴状によると、サン氏と夫のクリス・フー氏は中国のエージェントとして活動する見返りに数百万ドルの賄賂を受け取っていたとし、また夫婦は400万ドルの豪邸を得ていたという。で、どうやらですね、この夫婦最近ですね、かなり羽振りが良かったようなんですね。7月に FBI が家宅捜査をする前からロングアイランドの高級住宅への突然の引っ越しは人々の注目を集めていた。リンダは全く裕福な家庭の出身ではないと、サン氏に詳しい情報筋は語った。不動産記録によれば、政府職員と酒屋やその他の目立たない事業を営む夫が住宅ローンなしでこの高額な住宅をどうやって購入できたのか困惑する人も多かったということでね、まあローンを組まずポンとね、家を買ってしまったんだと、高級住宅地に。となればね、これもらったんでしょうと言われても無理はないかなという気はしてしまいますね。でね、最初の CNN の記事に戻りますが、もっとね、詳しいこと書いてあります。夫の中国での事業活動に対する数百万ドルの取引、旅行手当、イベントへの招待券、いとこの中国での雇用、両親の家に届けられた中国政府高官の個人シェフが調理した南京風の鶏の塩漬けの配達など、様々なものを受け取っていたということでね、まあ先ほどはね、高級な家の話をしておりましたが、まあそれ以外にもですね、様々な恩恵を受けていたんではないかと、まあこのように言われているわけですね。他の記事ではですね、フェラーリでしょ、あとハワイへの別荘、こんなのもね、入ってましたね。だからどうですか皆さん。まあ日本でもね、中国のスパイというのは色々ね、言われたりもしますが、今回のこの方がね、結局は白なのか黒なのか、これはまだ分かっていません。なんですが、中国のスパイというのは、これだけの恩恵が受けられるというのがなんとなく分かっただけでも、今回のこのニュースというのはすごい興味深いものになったんじゃないかなと思いますね。まあ、場合によってはね、ここに好みの男女連れてこられて、誰でもいいんで選んでくださいなんてこともありそうですもんね。まあ、とんでもない待遇を受けているというわけなんですね。そしてね、やはり皆さんもね、気になるところじゃないでしょうか。こちらですね、サン氏の不正な手紙には入国管理書類に関する虚偽の記載が含まれており、外国籍の市民を不法に米国に入国させるよう誘導したと検察は書いている。検察側はまた、彼女はニューヨークの高官で名前が明かされていない政治家の中国への渡航を手助けしようとしたとも主張している。ということでですね、外国人の入国やアメリカの政治家の中国への渡航ですね、こういったものも手助けしていたんではないかと言われているようです。まあこれ以外にもですね、もう様々な形で中国に対してね、便宜を図っていたというようなことが書かれていまして、もうね、かなり衝撃的な内容となっています。皆さん、これが DEI の責任者だったんですよ。はい、ということで本日はですね、ニューヨーク州知事の元補佐官が中国のスパイの疑惑を受けて逮捕。この人物は DEI の責任者を務めていて、米国政府に平等を要求していたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやーもうね、この話を聞きまして、日本の皆さんね、考えてることは同じなんじゃないかなと思います。ね、直近ではフィリピンでも同じことありましたね。そして NHK でも最近ありましたよね。で、こういったスパイがね、まだ白か黒かわかりませんが、もしいるならば、これだけゆるゆるの日本にいないわけないだろうと。まあ、この件ね、プクタ X でポストしたんですが、みんな言ってましたね。そして魂を売ってしまえば、あれだけの恩恵が受けられるというわけなんですね。いや、本当にね、日本はもうどれだけやられてるんでしょうか。ちょっと想像もしたくありませんが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、そして中国のスパイふざけんなよと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。